はじめまして、今年からゲータン TV ナビゲーターを務めますリサです。同じく新人ナビゲーターの花江です。これから1年よろしくお願いします。今回は同時配信している道の駅原尻の滝のクリップにちなんで、この道の駅がある豊後大野市緒方町のトリビアをお送りします。今年のガイドは大分県にある25の道の駅すべてをご紹介することになるのよね。そうです。クリップでは私たちが実際に道の駅にお伺いしてお話を伺ったり名物をいただいたりします。私たちも原尻の滝を見て地元のおすすめを味わってきました。こちらはクリップで見てくださいね。緒方町は平成12年の国勢調査で人口6546人、面積は 147.96 平方キロ。町の花はコスモスとムクゲ、町の木はイチョウです。春には桜が満開になって130種類以上のチューリップが道の駅を飾ります。そちらもクリップに入っていますから楽しんでくださいね。今年はコロナウイルスの関係で毎年開かれているチューリップフェスタは中止になっちゃった。その分たくさん取材していますし、いずれチューリップの特集クリップも公開しますからお楽しみに。一村一品運動で取り上げられたのは里芋、かぼす、豊後牛、香りごぼう。一村五品運動だね。多い方がいいでしょ。そうね。緒方町は昭和30年1955年に緒方町、小宇治村、上緒方村、長谷川村が合併してできました。今から65年前ってことです。でも緒方としての歴史は遠く、平安時代にまで遡ることができます。緒方三郎惟吉っていう人が宇佐神宮の荘園だった緒方の荘を任されたのよね。惟吉さんは平家物語にも登場してて、地元の豪族の娘と蛇神との子供ってことになってる。昔豊後の片田舎に住む娘のもとに夜な夜な男が通ってきて、娘は身ごもりましたが男は決して正体を明かしません。そこで母親の入れ知恵で男の狩り衣の襟に針を縫い付けて返し、娘が糸をたどっていくと豊後の国と日向の国、宮崎県との国境の乳母岳祖母山の中腹にある岩屋に行き着きました。娘が声をかけると岩屋の中から大声で、何時がはらんだ子は九州行き対馬に肩を並べるものがない武士になろうぞと答えます。その声の主は喉に針を突き刺された五条ばかりの大蛇でした。そして娘が産んだ男の子は蛇のようなひび割れのある肌をしていることから赤狩り大蛇と名付けられました。惟吉はその五代の子孫で、大蛇は日向の国で崇拝されている祖母山南麓にある高千穂神社の御神体だったということです。それは伝説だけど実在したのは確かよ。平家の平重盛と始終関係にあったんだけど、1180年に源頼朝が兵を挙げた時に臼杵氏、長野氏と平家に反旗を翻した。九州では他にも松浦島や菊池氏、阿蘇氏も参加してて、緒方さんは九州で反平家の中心的な存在だったみたい。1183年に平家の本体が九州に逃げてきた時には、豊後の国の国司から平家追討の正式な命令を受けて太宰府から追い出している。その後もともとの上司だった宇佐神宮の宇佐氏が平家方についていったことで宇佐神宮を燃やしちゃったりした。それはちょっとやるすぎってことで一旦遠くへ左遷されちゃうんだけど、1185年に結局許される。でもその翌年、義経と頼朝が対立した時に義経の側について、義経を九州に連れてこようとしたんだけど、
嵐にあって尾形さんは捕まっちゃう。この時義経を迎えるために作ったのが岡城だったっていう説もあるみたい。尾形さんはまた流罪になっちゃうんだけど、しばらくしてまた許してもらった。その後豊後に戻ったとも、戻る途中で亡くなったとも言われてるのよね。尾形さんが住んでいたとされるところには石碑が建てられてて、明治26年にはここに神社も建立されたんだけど、大正時代に火事で燃えちゃって今は石の鳥居だけが残ってるの。江戸時代の蘭学者尾形光庵さんは直系の子孫で、その光庵のひ孫にあたる医学博士で東大名誉教授だった尾形富雄さんたちが発起人になって全国に散らばった尾形一族を世主として宝鏡院棟って言われる一族の扶養塔も設置されてる。尾形さんの屋敷跡も回れるサイクリングコースもあるのよね。 JR 尾形駅から歩いて10分のところにある国分後尾形荘理学の里っていうところでレンタサイクルの受付貸し出しをしています。電動アシストのもあるみたいです。火曜日がお休みですから気をつけてくださいね。朝島で高速道路ができてるから車でのアクセスも良くなってます。まだ高速の料金もかかりません。大分市から1時間足らずで行けます。ということで今回はここまで。それでは皆さんごきげんよう。